こんにちは。9月の10日、水曜日の日替わり竹部でございます。今回ちょっと資料をまた2つで用意してご案内させていただこうかと思いますが、まずは9月の10日水曜日、現在が夕刻でございます。夕刻ということで、東京時間終盤なんでございますが、今までずっとですね、104円台になると買ってくる、これ、前回の日替わり竹部もしくは雇用統計の時でも申し上げましたが、70水準になると割れてくるとぐっとこの急騰帯を意識して買ってくると、そしてその後でございますが105円台も106円割れると買ってくるような方々が多いと、内外機関投資家リアルマネーも含めて、そして本日でございますけれども、ご当日というところもあったのかと思います。焦燥をもっての輸入企業もしくは FX ユーザーもこれ順張りの形で上がったら買ってくるというような動きもあったかと思います。ドル円相場においては上昇志向が非常に強まったところがございました。ただし106円の50銭水準ですね、オプション絡みでの防戦というような形で海外系の銀行さんの売りというのがあったんですが、それもぐっと今度は飲み込まれた形で106円の60銭水準ぐらいまででしょうかね、夕刻が上がったような経緯でございます。さあそうなりますと今後でございますけれども、どこまで上がっていくのかというところでございます。でその辺のうがった見方は、改めてでございますが、リキアの FX 道場ちょっとブログの方で書かせていただきました。長期視点を持って、これずいぶんちょうど1週間ぐらい前だったと思いますけど、107円の50銭ぐらいというふうにして申し上げたんですが、ひょっとしたらひょっとするなというところもちょっと踏まえての内容でご案内させていただいております。そして冒頭にもう一つの資料だというふうにして申し上げたんですが、ここ最近になって、浜田内閣官房参与の、ちょっとこれ1年以上前ですけどもね、110円だというふうにしておっしゃっていて、そしてつい先だって、米国紙において、本田内閣官房参与120円以上の円安はちょっとよろしくないけどもねというような話、これはちょっと120円という水準で考えると110円120円ってちょっと驚いてしまうんですけども、それと合わせてそもそもでございますが、日銀の金融政策決定会合後に黒田日銀総裁、日米のファンダメンタルズ比較すれば、これも以前からおっしゃってますけどもね、円が買われる必然性ちょっとないんじゃないですかと、この以上円安になっても日本経済が好ましいというような状況になると思いませんなどというようなご発言があったわけでございますが、そもそも論ちょっと古いんですが、財務省のホームページぜひご覧になっていただければと思います。これは平成の25年の1月25日、すみません、メガネこうやって外さないと分からないんですが、金曜日の日付で出ておりますが、当時何があったかといいますと、 G20 があって、ダボス会議などもあって、そして、確かですね、これ当時はドイツのメルケル首相だったかと思いますが、日本の追加緩和に対して、確か記憶はちょっとおぼろげですが、日本の追加緩和に対してどうなのよというような牽制発言があって、それに対してちょっとこの辺はオレンジ色でマークつけたんですが、何を言ってるんだというふうにしておっしゃったわけではございませんが、リーマンショック以前の時には110円以上だったぞというようなことをおっしゃっているのが、実は麻生財務大臣なんですね。そうしたところで一番最初にそういった意味では明確な水準感をおっしゃっているといえばおっしゃっているわけでございますが、さあそこで今後の160円以上は何をがマーケットフォーカスされるのかというところで、今回のタイトルは106円以上の長期焦点はと、で、要はこれ以上これ以下でもなく、なんとなく竹部逃げたかと薄々感づいていただければと思いますが、私が長期焦点として見ているのは麻生財務大臣でございます。水準云々ではございませんで、果たしてこの急激な円安もしくはですね、うがった見方というふうにして、日銀の金融政策会合の時でも邪推ですよというふうに言われておりましたが、円安をもってしてデフレ脱却2年で 2% をの消費成功を目論んでるんですかというようなことは、さすがにそうですよとは言えないかとは思いますが、事実としての急激な円安に対して今後でございます、麻生財務大臣がどういうような形で牽制なされるのかというのが、私は個人的に今後の焦点になるのかなというふうに見ております。110円以上、110円に近くなるような水準を一気に進んでいくのを感受するのかどうか、ちなみに1998年もしくは7年だったかと思います。ちょっとこれは当時日本売りみたいなコンセンサスがあったんですが、私も某中央銀行を担当していた時にはドル売り円買い、もう一回ちょっと申し上げますが、ドル売り円買いの介入というのをちょっとサポートさせていただいたこともございます。当時においてはドルを売って円を買うというような、急激な変動に対して断固たる姿勢を示したというような
こともございました。さすがに今般、ドル売り円買いというような実弾をもってして財務省が動くとは思いませんが、やはりですね、このリーマンショック当時、麻生首相が現在は財務大臣でらして、通貨動向を干渉する所轄の大臣になってらっしゃると。そしてリーマンショックぐらいの水準は意識しているのかどうか、もしくは急激な円安に対して何らかの牽制を示すのかどうか、それが今後の焦点になってくるのかなと。若干円安をもってしての株高志向というのはちょっと今、森を見て木が買われてないような状況になっているのかなと、ちょっと残念な形ではありますが、じゃあ円安がそれほど全てが悪なのかというと、つい先だっての黒田総裁も含めて要人からはそれほどというような発言もございました。そうなりますと、どこまで円安が進むのか、今後は麻生財務大臣が焦点になってくるというふうにして見ております。具体的な水準感に関しては、ちょっと先ほど申し上げましたが、リキアの FX 道場、ブログの方でこの水準じゃないでしょうかねというふうにして申し上げた水準ございますが、まあ、ざっくりと106円台の、まあ、ミドルから後半、そして107円50銭、そういったところをご案内させていただいてますが、そちらと合わせてですね、ぜひご覧になっていただければというふうにして思います。さて、そして本日でございますけども、水曜日ということで、本日のテーマは初心者が陥る為替の罠と題して、タイトル、テーマは変化すると、要はテーマは変化しますよというところをですね、ぜひ初心者の方々再確認をしていただければと思います。まあ、非常に失礼な言い方かもしれませんが、ずっとそのテーマでマーケット、特に為替市場は走っているわけではございませんというところでございます。で、その証拠というところで、ちょっと右側のイラストの竹部と合わせてなんですが、騰落率をご覧になっていただければと思います。9月の4日でございますけどもね、この日替わり竹部でも一部ではインターバンク市場から利下げ緩和の話もあるようですが、私はちょっと個人的にはというふうにして申し上げた記憶がございますが、結果として、まあ、サプライズ、緩和となったわけでございます。これが9月の4日だったんですが、さてその下のグラフちょっと見ていただければと思います。ならばずっとユーロは弱含みなのというふうにしてなりそうなんですが、ここ、先週比、本日の9月の9日の終値ベースで見る限りですと、ユーロは対豪ドル、対ポンド、対円では全部プラスに転じているというところでございます。まあ、もちろんそれぞれの環境背景ございますけども、事実としてユーロがずっとじり安になっているよというわけではございません。まあ、ユーロスイスなども 1.20 水準では介入警戒感がと、これも以前も申し上げましたが、いずれにしても全部ユーロがずるずると下がっているわけではないと。逆に言うと、明確に欧米景況格差をもってしてユーロドルだけ戻りが鈍いねというところでございます。そうしたところではユーロドル、改めてでございますが、対ドルとのセンチメントで、まあ、動いて、まあ、これ当たり前といえば当たり前なんでしょうけどね、ユーロドルだから対ドルで当たり前だろうというふうにして言われるそうでございますが、まあ、ユーロが前面にという云々かんぬんではなくて、対ドルにおいての弱含みがまだ継続しているよと。ちょっと難しいかもしれませんが、ユーロ全面安ではなくてユーロ対ドルでまだ弱いよというところだけをですね、初心者の方、ちょっと失礼ながら、テーマ変化するというところで覚えていただければというふうにして思います。ちなみにですけども、これからまた、米国の経済指標も含めて、もしくは FOMC の政策会合が9月の17日にございますが、そうしたテーマを向けて、ドルがどういった形になってくるのか、当然、ユーロも動いてくる可能性はあろうかと思います。そして加えてでございますが、テーマという言い方をするならば、明日9月の11日で、まずは早朝でございますけども、ニュージーランド、まあ、これ直接ユーロとは関係ないかもしれませんが、金融政策会合がございます。政策金利、今までずっと引き上げていたにもかかわらず一旦停止状態になっていましたが、どういった姿勢を見せるのかどうか、これもテーマ、ちょっと、ニュージーランドのテーマが変わる可能性あるかもしれません。早朝でございます。そして、明日合わせてでございますが、9月の11日ということでございますので、忌まわしき2001年の 9.11 テロ、こういったものをちょっと思い起こさせるようなヘッドラインニュース出ると、リスク感濃度が高まる可能性もあるかもしれません。その都度ですね、ちょっとテーマが変わってくるというところ、ぜひですね、この辺をご留意していただいて、 FX 取引お取り組みいただければと思います。以上、9月の10日水曜日の日替わり竹部でございました。